花鳥業エビエサツ、画像21図の一点剣本着色メトロポリタン美術館、所蔵明治20年頃、四季花鳥図4の体のうち、夏、クラクフ国立美術館所蔵明治24年、ルースターズ、チックス、アンドモーニンググローリーズ剣本着色、ウォルターズ美術館、所蔵1890から1900年頃渡辺、制定大正七年四月二日は、明治時代から、 大正時代にかけての日本学派。洋風表現を取り入れた、遮脱な課長画を得意とした。菊池洋斎の門人。本生は吉川、名は義また、俗称は吉明、洋名は定吉、後に正吉。通称は良介。小帝は豪。一昔前は、専門家でも、小帝と読んでおり、当ページの英語、仏語版でもそちらに従っている。 しかし、小帝の末裔にあたる人々は、聖帝と呼んでおり、東欧中の小帝に触れた、フランスの文献でも、聖帝と紹介されていることから、聖帝が正しい。なお息子に、廃人の渡辺水波がいる。代々秋田藩の札差しを務める吉川家の吉川は、長兵衛の次男として、江戸神田佐久間町に生まれる。長兵衛は、前田夏影の門人で和歌をたしなんでいた。 母、久は、父と同門で爆逆の友であった、渡辺良介の妻で、夫を亡くした翌年に、相談相手となっていた長兵衛との間に、小邸を生んだ。その後も二人は結婚せず、小邸は、吉川家で育てられた。八歳の時、父が没し兄に養われる。十二歳の時、牛込の七夜に奉公に出るが、絵ばかり描いてそれが、なかなかうまかったため、 三年で聖母のもとに送り返される。兄も小帝を商人とするのを諦め、十六歳で柴田是信に弟子入りしようとする。絶信は持参した。小帝の顔を見て弟子入りするなら、菊池要塞の方がいいだろうと、自ら要塞のもとに連れて行き入門することになったという。小帝はこの時の恩義を生涯忘れず、修正是信を称賛し、 その会が世界を追求することになる。要塞のうちで主として入門した、小帝であるが、その指導は一風変わっており、かつ極めて厳しかった。入門してから3年間は絵筆を握らせてもらえず、書が一同なりという要塞の主義で、要塞直筆、または、超毛布の手本で、ひたすら修字をさせられた。会所は、大儀師、かなは、 藤原春勢を元にしたものであったという。後の商店作品に見られる切れ味の良い筆鉢は、この修練によって培われたと言える。ところが3年経つと、今度は反対に法人主義を取る。要塞は、奮本は自由に使わせながらも、それを元にした作品制作や、史風の牧師を厳しく戒め、弟子たちに、自己の画風の探求と確立を強く求めた。 弟子時代の逸話として、要塞は、朝廷を連れて散歩し自宅へ帰ってくると、町で見かけた人物の着物やがら、ひだの様子がどうだったか質問し、よどみなく答えないと、大目玉くらわしたという。後年、朝廷は、以後見たものを目に焼きつけるようになり、これが、射精力を養うのに役立ったと回想している。こうした、厳しい指導の中で、朝廷は要塞が得意とした。 歴史人物画ではなく、絶真に習って、課長画に新規軸を開いていく。なお同門には、松本風子や梶田半子、鈴木家村、三島正真ドラがいる。要裁の下で4年ほど学んだが、明治2年7月に来日したエディンバラ校、アルフレッド校に贈呈する、画像制作に門弟として参加した後、要裁から破門された。画家として自立せざるを得なくなったが、 これが、修行時代だと覚悟を決め、安直に収入の良い仕事にはつかず、浅草間の運動に頼まれもしない絵を描きに通ったという。明治5年、渡辺家の養子氏となり、吉川家を離れ、渡辺姓を継ぐ。表札には、二代目、渡辺良介と掲げたという。死の元を去って三年余り経った後、要塞から呼び戻される。旧幕臣、大久保一郎が、 東京府知事を拝命した、際の依頼品、心の創始の冒頭と中盤、終わりを除いた部分を任され、死をしたい続けていた、朝廷の喜びは大きかった。明治8年美術工芸品輸出業者の松尾義介に、才能を見出され、輸出用陶器などを扱っていた日本最初の貿易会社である、既立交渉会社に就職。 東川宗介が手掛ける、七宝工芸図案を描き、この仕事を通じて、西洋人受けする遮脱なセンスが磨かれていく。明治10年の第1回内国官業博覧会で、図案や巻絵の下絵2点、絵画作品、群派と洋薬水板の図を、出品、規立校紹介者のために制作した金図案で、家門勝敗を受賞。さらに翌年のパリ万国博覧会で、 群派とよく水盤の図が選ばれて出品が決まり、同社から出品した工芸図案が同杯を獲得。これを機に、規立交渉会社の職卓社員として、パリに派遣された。これは、日本画家としては、初めての洋行留学である。メンバーは副社長の若い金三郎ら7名で、その中には、林忠正もいる。な子の自称帝は、洋装ではなく、 ハッピモモ引き姿で、欧州へ出かけたという。パリ滞在期間は2年強から3年間と正確には、不明だが、この時期小帝は、印象派周辺のサークルに参加している。エドモンド・ゴンクールの、日記によると、1878年10月末から11月末頃に、小帝が、エドガードガに、鳥の絵をあげたと逸話が見える。また、同じく、 ゴンクールのある芸術家の家では、軍派とよく水盤の図を、エドゥアールマネノで死のイタリア人画家ジュゼッペでニッティスが、病法の研究のため購入し、現在は、フリーア美術館が所蔵している。他にも印象派のパトロンで出版業者だった、ジョルジュ・シャルパンティエが、1879年4月に、創刊した、ラビ・モデルヌという差し入り美術雑誌には、美術協力者の中に、 山本法水と共に、商帝も記載されている。商帝は彼らとの交流の中で、特に、ブラックモン風の写実表現を取り込み、和洋を合わせた色彩が豊かで、新鮮、遮脱な作風を切り開いたとみられる。帰国後間もなく、吉原出身の女性作と結婚。明治14年、第2回官業博覧会では、亀明草むらサで、妙義三等賞を受賞。 明治15年のアムステルダム万国博覧会で同賞受賞。明治16年からはフェノロサラが主催した缶画会に参加。明治19年の第2回缶画会大会に出品した月夜の杉で二等宝城。これらの作品は所在不明で図様すらわからない。しかし、明治26年のシカゴ万博博覧会に出品した代表作。 雪中軍取り図を最後に、ほとんどの展覧会へ出品にしなくなる。その理由として、博覧会、共振会の審査のあり方に不満を持ったためと説明される。ただし、明治37年のセントルイス万国博覧会には、出品にし、金牌を受賞したとする資料もある。章帝の本文はあくまで肉筆主体の日本画家であったが、他方で、規範が、口へ。 差し絵にもその才能を示し、庶民にはその分野で評判が高かった。差し絵の最初は、シェイクスピア、ジュリアス・シーザーを、坪内商陽が翻訳した、外産基団自由立ちを早い法とされる。明治22年刊行の山田微妙の小説、五朝において、ラフを描いて、評判となるが、後の、いわゆるラタイガ論争の短所となった。翌年に、 小帝家長画不全三巻を刊行、詐欺草、桜草、京畜桃、尺薬、あざみなどを華麗に描いている。同じ明治23年から明治27年1月にかけて、修行王道より発行された美術世界全25巻では、編集主任として尽力する。美術世界は、現存書名家の記号を超えて掲載し、更新に、 衣装修練の模範となるべく企画された美術雑誌で実際に川辺を立て、多喜家庭、松本風子、三島章窓、久保田米線、菅原白龍、月岡義俊、荒木漢歩、川辺京菜、鈴木松年、小林栄光、森川総文、今尾慶年、河野梅礼、原財仙など流派にとらわれず多くの画家が描いている。末尾の論説は、 川崎千虎が執筆し、焦邸自身は、小賀の縮み方着を担当する一方で自作も、画家たちの中で最も多く手掛け、最後の第25巻は、焦邸課長が特集となっている。印刷も、東大一流の堀氏と刷り氏と協力した美しい、多色刷り木版で印刷され、明治の美術雑誌の中でも、格調高いものとして知られる。死、要塞とは、 対照的に弟子を取らず、親友と呼べる画家は、平福ミノルアンと何画家の菅原白竜くらいで、一匹狼の立場を貫いた。これは要塞が、他人の悪口ばかり言い合う画家と交際するよりも、一芸に秀出た者と交われ、との教えを守ったためとする説もあるが、単に小点の成功によるものにも見える。そのため言いたいことは歯に衣着せずに言え、 大正2年第7回文展に出品された竹内製法、横山大観、河合極道らの作品を技法、技術面から画家の不勉強と指摘している。例えば今日名作とされる製法の絵になる最初、まず評判の製法を見ましたね。いけない、あれはダメだ。この前のあれ夕立ちにか、あれもそんなに良いとは思わなかったが、 今のよりは、ずっとよかった。あの時だけが一寸足りないと思ったが、今のは、またひどい、第一着物がいけませんよ。どうも塗り損な日じゃないかと思う。それでなければ、絵文の線がもっと見えなければならない。一体、あの紺という色は、日本絵の具にはないのだからね。きっとあり塗り損費だよ。うまくいかないから、濃い墨で塗りつぶす。 その上に愛をかけるとちょうどあんなコンに見えます。私もよくやったサトシーがあるが。はっは、それにあの手が骨張って、女の手は肉で包んでなけりゃあね。西方という人は動物は描けるが人物は描けない人らしい。顔は大きいし、髪がまたひどいし、髪は生え際が一番でね。西洋がならいいが。 日本画じゃ生え際ができなければ、髪が描けるとは言われない。それから髪型ではどうか知らぬが、あの中を障子にして、上下に、キラキラの型紙のある。あれは、東京では、引き出じゃやにしかありません。キラキラの型紙というやつがまた一番安っぽいものでね、と断じている。商店には、柵の他にもう一人の妻がおり、そちらの家は、 外面上はアトリエとし、没するまでの30年にわたりそれぞれの家に通い続けた。こうして、悠々自適な作画制作を楽しんだ後、脳一血で倒れ、尿毒症と腎臓炎を併発。日本橋浜町の自宅で68歳で亡くなった。墓所は台東区の塩衛院。法名は北京昇亭寮生おさむ寮孤児。昇の記述を、親しい人々は、 花鳥ョと呼んだという。商帝の作品は、当時の来日外国人に好まれ、多くが海外へ流出した。メトロポリタン美術館、ボストン美術館、大英博物館、ビクトリアアルバート博物館、ライデン国立民族学博物館、ベルリン東洋美術館、ウィーン工芸美術館など、多くの国外美術館、博物館に商帝の作品が所蔵されている。 ありがとうございます。